はい、こんにちは。え、令和4年予備試験論文式試験分析会警報の講義を始めていきます。え、担当講師の反町です。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、皆さん予備試験受験お疲れ様でした。えー、分析会ということで、えー、ま、時間も限られてますので早速進めていきましょう。<laughs> えっと、お手元配布資料を確認してください。えー、と、 と、論文式試験、分析会警報というタイトルのレジュメ冊子、えー、と、問題文と回答例が収録されています。で、えー、これとは別に補助教材として、えー、と、講師レジュメという冊子と、あと講義ノートという冊子ですね。えー、全部で3つ、3部ですね。えー、お手元にあるかどうか確認してください。で、えー、と、まあ、講義ノートは、このプレゼンターに移していく版書図です。 基本的にこの解説の内容としてはです、ね、講師レジュメの方に基づいて進めていきます。はいじゃあ、早速始めていきましょう。で、えーと、刑法なんですけれども、まず問題文から見ていきましょう。あ問題文は、えーと、この刑法というね、こちらの、えー、と冊子に、えー、掲載されてますので、それで確認してください。 で、えー、と説問1で、ですね、えー、事例1における項の在籍について論じなさいと、えー、建造物侵入罪及び特別法違反の点は除くとなっていますね、で、えー、次のページ、でって、説問2、えー、事例2における項の在籍に関し、事後強盗・起水罪の成立を否定するためにはどのような主張がありうるか、考えられるものを3つ挙げ、その3つの主張の論拠を、それぞれ具体的な事実を明示して説明しなさいと。 はい。ということで、設問が2つ。えー、出題形式の変更がありましたね。えっ、ー、と、今見たように、説問、証文の形式になりました。で、司法試験の方はですね、えー、ご存知の通り、平成30年以降、この形式、まあ、説問形式に、えー、変わっていたんですけれども、予備試験としては、今回がね、この形式で出題されたのは初ということになります。 で、今後も予備試験でもですね、次年度以降もこの形式が、まあ、継続するかどうかっていうのは分からないですけれども、えー、次年度以降の対策として、まあ、この説問形式で、えー、まあ、どのようなね、出題、問われ方があり得るかというのは、平成30年以降のですね、司法試験の問題、これを参考にすると良いと思います。 で、内容的にはですね、えー、まあ、昨年までと同様に、えー、総論、各論、バランスよく出題されていますし、かつ難易度的にも、えー、まあ、過度に複雑な問題ではないと、えー、標準的な問題だと思います。えー、予備試験の問題の質はですね、えー、刑法に関してはここ数年非常に安定しているというふうに思います。 はい。じゃあ、えっ、ー、と、講師レジュメという方を見ていきましょう。1ページ、早速分析例のところから見ていきます。えー、まず、質問1からですけれども、第1で、えー、C 店、えー、店長 B に対する窃盗未遂,窃盗未遂罪の間接製藩の製品というところで検討していきます。えー、まず1番で、えー、客体ですね、えー。他人の財物の認定をしておきます、えー。大型スーパーマーケット C 店の陳列棚に置かれていた高級ブドウ。 え、一房三千円ですね。え、これは、同店店長 B の管理にかかる商品であるから、鍵括弧他人の財物に当たると。でまあ、ここはさらっと認定して、で、問題は実行行為ですね。摂取ですね。で、まず実行行為性を見ていきますけれども、参考判例1、2をつけておきました。え、こうは、Y、6歳に対して、ブドウを持ってきて、などと言って、 で、えー、本件武道の持ち出しを指示しているということから、本罪の実行行為者として処断すべきか否かについて検討すると。えー、他人を利用する行為に、まあ、間接戦犯としての実行行為性が認められるか、これをまず確認しておく必要があります。で、えー、講義ノート、板書を見ていきますけれども、<coughs> えー、間接戦犯で、まあ、問題になる類型というのは大きく分けて2つですね。 えー、一つはこの意思抑圧型とあのよく言われるあの教科書事例みたいなね え、例えば、情報を知らない看護師に医師が注射器渡して、毒入りの注射器渡して、で、患者に注射させて、それで殺害するとかね、ああいう教室事例みたいな、全く道具と同じように人を利用するっていうような、そういうものはですね、試験では問われないので、基本的には医師抑圧、要するに利用された方にも、 えー、規範的障害がある程度ある中で、それを、ね、意思抑圧して道具として利用したと評価できるかどうかが問題となる類型ですよね。え、意思抑圧型。で、あともう一つは、恋ある法助的道具型というの。これもね、司法試験では出題されてますけれども、えっ、ー、と、本問はこちらですね、意思抑圧型の方ですね。えー、まあ、恋やる法助的道具型っていうのは、えっ、ー、と、その利用されている方がですね、えー、情を知った上で、えー、事情を知った上で、 えー、その実行行為と見えるような行為を行うんだけれども、なお、えっ、ー、と、法助意師にとどまると。えー、要はあ、正反者を手助けするっていうような認識で動いているにとどまるというときにはあ、実際にね、行動したあ、その実行行為をやってるように見えるやつを、法助犯重犯にとどめて、背後にいる、うまあ、正反者、こいつを実行行為者として処断するんだって。まあ、そういう理屈ですけどね。 え、まあそこではこの経済行動的性格だとか事務処理的性格を有する犯罪なのかどうか、それとも急行性を有する。急行性っていうのはまあ自分自身でやるという意味ですけど、急行性を有する犯罪なのか、まあ犯罪の材質によって評価が分かれてくるぞと、え、いうような話があります。で、ただまあこれは今回は、えっと、出題されていなくて、こちらですね。え、医師抑圧型。こちらが本門の出題出身になってくると思います。で、こちらは、 結局、規範的障害にぶつかりながらも、意思を抑圧された状態で行ったと。そこでは、意思抑圧の程度だとか、命令内容の単純性、行動の独立性、自立性とかね。判例は、この機械的に動いただけだっていうような評価になるのか、臨機応変に対処したと。 ういう評価になるのか、この辺でね、えー、その意思抑圧されてたかどうか、えー、道具として使われたかどうかというところがね、えー、分かれてくると。えっ、ー、と、参考判例には否定例と肯定例、両方とも裁判例乗っけておきましたので、よく分析しておくといいと思います、えー。ここでのポイントは、その利用者による行為支配性、すなわち非利用者の道具性だよね。道具と同じだと言えるかどうか、道具のように利用したと言えるかどうか。はい。 ということで、えー、本文を見ていきましょう。まず、あで規範を立てておきます。他人の行為について、えー事,故の犯罪えー、事故の犯罪を実現する意思、正反意思をもって、自らの犯罪の道具として、えー、一方的に利用支配した場合は、実質的に、えー、自ら実行行為を行った場合、直接正犯と同志できることから、他人の行為を利用したものは実行行為者として処断されるべきだ。まあ、これは間接正犯ですね。 そしてこの上記の行為支配性ですね、非利用者の道具性を判断するにあたっては、利用者による暴行脅迫等の程度、意思抑圧行為の程度に加えて、指示命令した犯罪の内容及び性質、非利用者の判断及び行動の自主性、独立性等の事情を考慮して、非利用者の意思の抑圧の程度を検討、実質的に判断すべきであると。 え、当てはめ、い、を見ておきます。え、は本件武道が高額であったことから買わずに店を出た上で、え、にこれを万引きさせようと考えたのであるから、事故の犯罪を実現する意思があると。え、他方、え、この道具性のところですよね。Y は自理弁識能力が十分とは言えない6歳の刑事未成年者であるところ、 直ちに、孔から危害を加えられるような状態ではなかったとしても、同人の年齢から言えば、母親である孔から、いいから早く行きなさい、等々、強い口調で言われれば、恐怖心を抱いて、その命令に逆らえないのも無理からぬものがあると。6歳の子供の、その是非善悪の判断能力と、これ微妙なところではあるんですけど、少なくとも本門の Y は、 え、こうからの指示に対して一旦は躊躇してますよね。躊躇した上で、だけど怖くて指示に従ったというような事情があるので、規範的障害を全く書いていたということにはならないでしょうと。で、その意味で、まあ、撃てば飛んでいくピストルの弾みたいなね、完全な道具だというようなね、完全な道具と全く同じだというようなことは言えないんです。え、だから本門も、 具体的な事情からね、Y がどの程度意思を抑圧されていたか、まあ道具と同士できるような状況にあったのかと。はい、これを踏み込んで分析していく必要があるんですけれども、ただね、この部分は答案全体のバランスから考えると、えー、実際の試験の現場ではですね、えー、まあここはあっさり流す感じで認定することにならざるを得ないかなというふうに思います。えー、次の X の利用行為の方がね、こっちの方が書くべき論点が多いので、 ええー、まぁ、あ、Y の方はさらっとっていう感じになるかなという気がしますね。ただまあこのレジュメは、えっ、ー、とまあ解説用のレジュメなので、えー、割と詳しめに認定しておきましたけどね。 で、続き見てみましょう。その上で Y は、えー、店の陳列棚から、本件武道を持ち出して、店の前に待機している公のところまで持ってくるように命じられており、えー、命じられた内容が単純であるというだけに、かえってこれに抵抗して公の支配から逃れることは困難であった。えー、判例はもうこのね、えー、命令内容の、指示内容の単純性と。えー、まあ、これ材質によるよね。 例えば、窃盗だったら言われた通り持ってくるだけでできる犯罪ですけど、これが強盗だったらね、え強盗はその場で相手を脅して、犯行を抑圧して、で、物を取るという、まあ、ある程度現場でのアドリブというか、コミュニケーション能力が必要なわけですよね。えだから材質にも寄ってくるということですよね。え実際判例も窃盗の場合は、これ間接戦犯肯定していますけど、強盗の場合には否定していると。えまあ、参考判例つけておきましたので見ておいてください。 はい。で、2ページです。えー、実際、Y の行動も、孔から渡された買い物袋を持って一人で、えー、C 店に入った上で、約10分間かけて、えー、店内を探したがあー、果物コーナーの場所が分からず、そのまま何も取らずに店を出たというのに過ぎず、孔、えー、の指示に従ってとっさに機械的に動いただけ。えー、かつ Y 自身に事項、えー、が利得しようとする意思もなかったというのであるから、判断の行動、判断及び行動の独立性ないし、自主性に乏しかったと認められる。えー、そうすると孔は、 事故の言動に不死、意志を抑圧されているわずか6歳の子供を利用して、事故の犯罪行為を行ったというべきであり、本罪の実行行為者として処断すべきだと。いうことで、え、の実行行為性ということはここで肯定できる。ところが、括弧二2番、実行の着手ですね。これ参考判例3をつけておきました。最も常上述の通り、 結局ですね、Y は何も取らずに店を出たということからあ、公が本罪の実行に着手した後認められるか否かについて検討すると。えっ、ー、と、この前段の実行行為制の検討と公団の実行の着手の検討、まあ、この関係ってなかなかあ悩ましいんですけれども、えー、前段の検討で公を実行行為者として処断できるという結論を出しても結局ですね、本問は、えー、実行の着手が否定されると犯罪不成立ですよね。 その意味で、まあ、着手を否定する結論を取るのであれば、端的にね、実行の着手だけ検討して、犯罪の成立を否定するという当案構成も、えー、ま、思考経済的には合理、合理性があると言えると思うんですけれども、ただですね、やはり、 えー、試験なのでね、えー、この道具性の認定のところに配点があるということが明らかなので、まあ、試験対策的というか受験戦略的には、あ前段の道具性の認定も論じた上で、えー、実行の着手の検討もすると。えー、まあ、こういう構成にした方がいいでしょうね。えー、他方実行の着手を肯定する場合は、まあ、当然、えっ、ー、と、で実行行為性を検討して、え、後段で実行の着手を認定すると。まあ、こういう構成でいいでしょう。 え、本文の事実関係からすると、この実行の着手の結論についてはいずれもあり得ると思います。え、ちなみに予備試験はですね、この手の実行行為について多角的に検討させる問題っていうのは結構よく出題されている印象ですね。え、近年でいうと平成29年も、まあこれ不能犯の問題でしたけれども、え、この年もですね、結局実行行為性と実行の着手時期の問題を絡めてえ出題されてました。 えー、これ絡めて出題されると結構書きにくいというか、答案構成がしづらいんだよね。えー、ちょっと悩ましい問題だと思います。はい、見ていきましょう。まず、あ、で規範を書いておきます。えー、未遂罪の処罰根拠、えー、は、法益侵害を弱気する客観的危険性にあるということからすれば、犯罪の実行に着手とは、あ法益侵害の実現に至る客観的危険性を含む行為が開始されることを言う。 え、本件のような間接制判においては、利用者の行為が法域侵害の客観的危険を弱気したときに実行の着手を肯定すべきであると。えっ、ー、と、ここではですね、いわゆる利用者標準説のように、利用行為の時点で一律に着手肯定という規範、 んにはせずにですね。ま、あくまで個別具体的に、え、危険発生の時点を認定していくという規範、そういう基準を採用しました。まあ、個別仮説と言われるものですね。で、見ていくと、本県において、え、Y は C 店内において果物コーナーの場所がわからず、そのまま何も取らずに店を出たというものであり、え、本県武道への設計 金だとか物色などそういう行為は何ら行われなかったということなのでまあ、およそお窃盗に至る客観的な危険性が弱気されたものとは評価できないしたがってえ公が本罪の実行に着手したものとは認められないとえ以上より本罪は成立しないという結論にしておきましたただここの結論はさっきも言ったようにいずれもあり得ると思いますえー、と利用者標準説を取れば当然肯定されますね CG をした時点でえ実行の着手だということになるのであればね え、他方、非利用者標準説から行くと、結局、Y の行為がセットの着手になるのかと、え、いうのが、ここは結論は分かれるでしょうね。え、まあ、万引きしようとしてお店に入ってるんだから、もう、店に入った時点で着手だと、え、その時点で危険が生じたんだと、こういうふうに認定して、もう誤りとは言えないでしょう。 えー、しかも、ご存知の通り、近時の判例の傾向、裁判例の傾向は、実行の着手時期、着手を認定する時期をお早めているという傾向があります。えー、なので、まあ、本文でもこれで実行の着手を認めるという結論をとってもお、その結論が誤りということにはならないと思います。ただね、えーとまあ、結構昔の判例でこれ参考判例3をつけといたけど、一応窃盗の着手時期は、その対象物に接近すると。 えー、物色行為を始めると。えー、あるいはその対象物に接近すると。え、いう、この時点で着手を取っているっていうような判例があるので、えー、まあ、それと比較すると本件は結局見つからずに出て、店から出てきただけだから、えー、対象物に接近したりだとか、あるいは物色したりだとかっていう行為が開始されていないので、まあ、着手を否定するという結論もあり得るでしょう。はい。まあ、ここはいずれもあり得ると思います。はい。 で、次です。第2位、C 店に対する窃盗罪の製品と、ここを見ていきましょう。C 店、店長 B の管理にかかる商品である、ステーキ用牛肉、1パック3000円か。以下、本県牛肉と言いますの。これを5パックだな。5パック。そして、写真集ですね。販売価格3000円と。以下、本県写真集と言いますけれども、これらは他人の財物に当たるということで、まず客体の認定ですね。 で、その上で、えっ、ー、と、3ページ行きますけれども、えー、ここから先の認定です。えっ、ー、と、まずは、X を利用した間接戦犯の製品で、先ほどの基準に照らして、同じように間接戦犯で見ていくと。えー、こうが、X13 歳に対して、えー、C 店に美味しそうなステーキ用の牛肉があったから取ってきてよ、などと言って、えー、本件牛肉の摂取、う本件犯行を指示したところ、うん、X は万引きなんて嫌だよ、などと言って、 で、一旦はこれを断ったものの、え、孔があのスーパー監視が甘いから見つからないよう見つかってもあなたは足が速いから大丈夫、などと言って説得すると、X はしぶしぶこれに応じることとしたと。え、このような経緯からすると、X は刑事未成年者であるとはいえ、同人には相応の是非弁別の能力があり、え、孔の指示は X の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、X は自らの意思により、e、本件犯行の実行を決意したと認められる。 また、X は、こうから本県牛肉2パックのみの摂取を指示されていたのであるが、実際には犯行現場である C 店の生肉コーナーで、どうせなら多い方がいいだろうと考えて5パック手に取り、誰にも見られてないことを確認した上で、持参したエコバッグに入れた後、さらに同店の雑誌コーナーに、事故の好きなアイドルの写真集を見つけて、にわかにこれが欲しくなり、本県写真集1冊を手に取ったまま、いずれも生産することなく店外に出ていると。 この現場での動きだよね。これらを見ると、X には本件犯行における判断及び行動の独立性ないし自主性が認められ、犯行現場で臨機応変に対処して、本件犯行を完遂したことは明らかと言うべきでしょう。まあ、y と X の違いをね、意識して、この道具性を検討するということが本問の出題趣旨であった、こ,こまさに先ほど言った、 言われた通りに、単純な命令内容に対して、言われた通り機械的に動いただけなのか、それとも現場で臨機応変にアドリブを聞かせて、自分の判断で動いているのかと。この辺がこの道具性の認定で変わってくるところだろうと。はい、思います。 で、えー、結局、これらの事情に照らすと、校が X の行為を一方的に支配利用して、事故の犯罪行為を行ったとは認められないので、えー、本罪の間接戦犯は成立しないと。えー、そこで共同戦犯ですね。X との共同戦犯の成否。えー、共同戦犯の成立要件については参考判例5をつけてあります。 えー、上述の通り、公は X に指示して本件犯行を完遂させたものであるが、公自身は実行行為を行っていないとういうことから、公に本罪の X との共同戦犯が成立するのか、それとも、共産犯本罪の X への共産犯が成立するにとどまるというべきなのか。はい、これについて検討すると。で、えー、共同戦犯の成立要件について、 では参考判例五を練馬事件つけておきましたけれども、まあこれもご存知の通り。えー、と要件の組み方には二つの説明の仕方があります。えー、まあ、ああ共謀に基づく実行。ええ共謀と共謀に基づく実行と。いう形で、えー、整理する。まあ二要件で整理すると。共 <laughs> 謀と共謀に基づく実行。 で、この共謀の認定する間接事実として、意思連絡プラス <laughs> 正反省ですね。正反省をここに位置づけると。いう形で整理するのが、まあ一つの説明の仕方。で、もう一つは正反省を取り出すってことだな。共謀と共謀に基づく実行。で、えー、意思連絡だけ、共謀はね、意思連絡だけで認定した上で、 同じように、この共謀と共謀に基づく実行と、ここの枠組みは変わらないんですけれども、正反性を取り出してきて、もう一連絡だけで犯罪遂行についての一連絡だけで共謀は認定すると。正反性は取り出して別要件として検討するはい。まあ枠組みの取り方はいずれでもいいです。 結局認定すべき事情は同じです。問題の所在は、ああまあ、自ら実行行為を分担していない共犯者がいる場合に、そのものにこの正犯としての実質が認められるかという問題だよね。正犯性を基礎づける事情。ここが問題の所在になるわけで、これが協議の共犯との区別基準と。共同正犯になるのか、共差犯にとどまるのかと。で、客観面、主観面の事情を見ていくよと。客観面で役割の重要性、関与の積極主導性とかね。 あるいは主観面で動機、事故の利益を図るような目的があるかどうか、経済的利益を得るような目的があるかどうか。はい。この辺を見ていくよと。ちなみにこの正反性という言葉は、正反意思というね、言葉で表現することもありますけど、結局今みたいに主観面、客観面両方の事情を、ね、考慮しないと、考慮した上で検討する要件であるとういうことは同じなので、まあ、正反性と言っても意い思い、正反意思と言ってもいいですけどね。 結局こういうに事情に着目して問題文の事情から正反性を基礎づけられるかどうかとこれを検討するという作業が必要になりますで見ていきましょう4ページ2人以上の者が特定の犯罪を行うため共同意思のもとに一体となって互いに他人の行為を利用し各自の意思事故の犯罪を実現する意思を実行に移すことを内容とする防御共謀をなしよってよってというのは因果性を表しますね 共謀に基づいてという意味ですね。共謀に基づいて犯罪を実行した場合にはあ、共同して犯罪を実行した場合にあたり共同制案が成立するえ。なぜならこの場合には、相互に他人の行為を事故の犯罪遂行の手段として利用して犯罪を実行したものと認められるからであると。で、練馬事件の規範を書いた上で、当てはめ、認定していきます。まず、共謀。 で、ここでは、共謀は、思連絡プラス正反性ということで、えー、まあ、二要件で整理するう枠の取り方ですね。こちら。えー、で、枠を組んで、共謀の認定というところのね、会期班というかね、共謀のコール要素として正反性を基礎づける事情を出すという形を取りました。 上記の共謀の認定にあたっては、各共犯者間における犯罪遂行についての意思連絡に加えて、犯罪遂行過程において果たした役割、関与の対応、犯罪遂行の動機、犯罪遂行による利益の帰属等の事情から、各共犯者が共謀を介して正犯として事故の犯罪を実現したと言えるか否かを実質的に判断すべきであると。 はい。で、この正反性反省を基礎づける事情についての考慮要素を出した上で当てはめをしていきます。まず、あ、で、これ意思連絡の認定だな。前提として意思連絡を認定する。上述した項による本件犯行の指示に対し、X は分かったと言って承諾していることから、項及び X は C 点から本件牛肉を摂取することについて意思連絡を遂げたと認められる。 で、次、い、e。ここで先反性を基礎づける事情を認定していきます。こうは一番高い3000くらいのやつを2パック取ってきてと、と午後3時頃に警備員が休憩に入るらしいから。えその頃が狙い目だよと。言って、X に具体的な犯行内容及び方法を教示するとういうこととともにえ、商品を隠し入れるためのエコバッグを X に手渡しておりと。お犯行道具を供与している。犯行方法を教示するだとかね。 犯行道具を供与するだとか、この辺が客観面ですよね。客観面の関与行為だよね。このような孔の関与は主導的、積極的なものといえ、孔は本件犯行において必要不可欠な役割を果たしたと認められる。また、孔は、 X が摂取した本件牛肉5パックを全て受け取り、X 及び Y と,とともにこれらの牛肉を全て食べているということであるから、本件犯行による利益を十分に享受していると。そのような利益を享受することが本件犯行を支持した動機であった。 これは主観面ですね。利益の享受利益、経済的利益の帰属だとかね。まあ、今回は、えー、なんかこう、金銭を取ったというような事案じゃないけれどもね。取ってきた商品を、まあ、そのまま牛肉食べているということだから、えー、そのままね、その利益に預かっているということで、結局、こうには事故の犯罪を実現する意思があっただろうと。いうことで、客観面の関与行為と主観面のね、こういう正反意思みたいな動機ですね。事故の利益を図る目的。 はい。えー、客観面主観面の事情をいずれも検討した上で、えぇ、ー、正反省を認めると。<laughs> えー、以上から、ああ、こうが本罪の共査犯にとどまるものとは言えず、こう及び X は、本件犯行について共謀を遂げたと。 はい。で、共謀を遂げたということで、ここで、えー、共同戦犯、共産犯ではなく共同戦犯だということになるので、あとはその他の要件を認定していくぞと。えー、5ページ、えー。共謀に基づく実行ですね。因果性。まあ、共謀の射程というふうに書きましたけれども、参考判例7をつけてあります。X が C 店、店長 B の意思に反して、本件牛肉5パック、及び本件写真集を C 店から持ち出した行為。これは摂取に当たると。 最も上述の通り、当初、公の指示は本県牛肉2パックの摂取の点のみであったということから、持ち出し行為が本県共謀に基づくものと言えるか否かについて検討する。はい、これ、えー、結局指示内容と実行した内容がずれているという時に、これいきなり作語論に飛びついてはダメですよ。まずは客観面の認定、客観面の要件充足性の検討からと。 えー、すなわち因果性の検討からですよね。凶暴に基づく実行と言えるか。えー、作語の前に因がありというのが、ここでのね、スローガンですけれども。えーまあ、ちなみにこの問題、凶暴の射程とかって言われますけれども、共謀の射程という言葉あえて使う必要はないと思います。えー、この言葉はですね、まあ、論者によっても完全には意味内容が統一して、統一されていないと。一致していないと。一種のマジックワードになっちゃってます。 で、え、まあ、判例においても少なくとも最高裁判例でこの言葉を使った判例はいまだないので、え、答案においてですね、この共謀の射程という言葉をあえて使う必要は、ああ、別にないかなというふうに思います。はい。まあ、いずれにしろ、共謀の因果性が及んでいるのか、共謀に基づく実行と言えるのかという問題ですね。で、そこで判断基準を書いておきます。え、特定の犯罪の共謀がなされた場合において、 でして共謀の因果性が実行行為に及んでいるか否かについては共謀内容と実行内容との不一致の有無程度えまあ具体的には行為対応及び動機の連続性等の事情を総合的に考慮して具体的に判断すべきだとまあやっぱりここでもね客観面の行為対応の連続性だとか主観面動機の連続性客観面主観面両方見ていくぞとえとりわけ実行行為者が まあ、共謀とは別個の意思決定をしてね、別個の意思決定、別個の動機に基づいて犯罪を実行したという場合は、それは元々の共謀とはもう無関係の実行だよということで、その意味でですね、その別個の意思決定、すなわち心理的な因果性が切断されているかどうか、ここが非常に重要なところということになりますね。 で、見ていきましょう。まず、本件牛肉5パックの接種についてですけれども、上、えー、述の通り X はどうせなら多い方がいいだろうと考えて、えー、牛肉5パックの接種を勧告している、えー。かかる行為は、これはですね、本件共謀と同一の動機に基づいて、同一客体に対して行われたものであり。えー、かつ、客観的にも本件共謀に基づく牛肉2パックの接種と同一の場所における一連一連一体の行為ですね。 まあ、2パックと5パックですから、これは数が違うだけで、全くもう同じ、行為の性質としては同じことをやってると。したがって、牛肉5パックの摂取は本件凶暴に基づくものであると言えるでしょう。それに対して、本件写真集ですけれども、X は C 店の雑誌コーナーに X の好きなアイドルの写真集を見つけて、にわかにこれが欲しくなり、 え、本件写真集の接種に及んだということで、この行為は結局牛肉5パックの接種とは主観的な動機の面において断絶があるよね。全く異なる動機に基づいている。これは共謀とは無関係にね、X が独自かつ単独で意思決定して観行した犯罪だというふうに評価すべきでしょう。X にはもはや本件共謀に基づく接種の実行という意識は ああ、なかったものと認められる。で従って、本件写真集の摂取は、本件共謀に基づくものとは認められない。はい、よろしいですね。で、客観面の検討が、ああ、経て、これを経て、で、えー、濃いですね。具体的事実の錯誤。で、これ参考判例8をつけておきましたけれども。えー、そうすると、以上から X による本件牛肉5パックの摂取は、 本件共謀に基づくものであるといえ、公にとって客観的には C 店に対する本件牛肉5パックの窃盗罪の X との共同戦犯にあたる事実が実現されたと。客観的に帰跡されるのは、公に客観的に帰跡されるのはあくまで共謀の因果性が及ぶ犯行の限度であるという点が重要です。写真集については、 この共謀の因果性が及んでいないというふうに評価するのであれば、そもそも客観的に軌跡されないから、その点についての錯誤は問題にならないという点に注意してください。えっ、ー、と、ここではですね、えー、牛肉5パックしか客観的に軌跡させないので、えー、写真集については共謀の因果性を否定すると。これ客観面で軌跡されていないので、えー、なので恋が問題になるのはもう牛肉の方だけですね。 で、そう考えると、もう大した問題じゃないんだよね。2パックか5パックかっていう違いだからね。一応ここで検討しておきますけれども、6ページ。え、もっとも、え、こうは、えー、共謀の当時、えー、本県牛肉2パックの摂取の認識しかなかったと。お、いうことから、その用の3パックについてね、残り3パックについては、窃盗の行為が認められるか否か、一応検討しておきます。これは、えー、いわば、あれですね、A を狙ってピストルを発砲したら、 えー、A を貫通して横にいた B にも当たってしまったというね、典型的な方法の錯誤の事例と、まあ、問題の捉え方は同じだよね。で、具体的符号、えー、ごめんなさい、えっ、ー、と、法体的符号説を論証して当てはめするというだけですね。 えー、あ、犯罪の行為があるとするには罪となるべき事実の認識を必要とするが、行為者が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りいると。 でそうすると、公は C 店の管理にかかる商品を生産することなく店外に持ち出すという摂取にあたる事実の認識に欠けるところはない以上、その具体的な客体の個数について認識していなくても、お窃盗罪の行為が認められるよと。これだけですね。えー、まあ、これも実際の答案ではもうパパッと認定して終わらせるところだと思います。はい。えー、上述した公の動機からすれば、不法領得の意思も認められるということで、不法領得意思も一行で認定ですね。 で、結論、以上より行には、本件牛肉 5, 5パックについて、えー、本罪の X との共同戦犯が成立すると。えー、なお、共犯の成立において、実行行為は、 犯罪構成要件に該当し、かつ違法な行為であれば足り、実行行為者の責任を要しないと返すべきであるから、実行行為者である X が刑事未成年者であったとしても、本罪の成立は否定されないと、一応ここで指摘しておきました。共同性犯の場合にはですね、要素従属性、これあまり問題にならないですけれども、 一応ですね、実行行為者が、実行行為者 X が刑事未成年者で、実行行為者 X には犯罪が成立しないという前提があるので、一応制限従属性説を前提としてね、えーまあ、共同制犯に要素従属性を要求する立場に立ったとしても、制限従属性説を前提とすれば、犯罪の成立は否定されないんだということを一応言及しておきました。はい。ということで、えー、説問1位の検討は以上ですね。 でも、ここでかなり時間が、えー、過ぎてしまいましたけれども、最後、質問にやっておきましょう。質問には、えー、これは格論の話で、事後強盗罪の材質構造を理解できているかどうかが問われていますね。えっ、ー、と、一応確認しておきます。事、え、後、ー、強盗罪は強盗として論ずるというふうに規定されているので、えー、本来の強盗罪とパラレルに、えー、要件を整理しておくということが重要だね。 えと左側が通常の強盗罪、えー、暴行脅迫を用いて財物を奪うと。で自後強盗罪は財物奪取をして窃盗をした犯人があ暴行脅迫を、その後一定の目的を持ちで暴行脅迫をすることによって成立するんだと。 でこれが、ね、右と左が同士できるっていうところが、ね、法律の規定なわけですから同士できるようにすなわち左と右が全く同じになるように要件解釈していかなきゃいけないでポイントは2つですね1つは、えー、強盗罪における暴行脅迫は相手方の犯行を抑圧するに足りる程度の強度のを、ねえー、暴行脅迫でなければならないだから当然自己強盗罪においてもその暴行脅迫の程度は犯行を抑圧するに足りる程度じゃなきゃいけないここが イコールになってなきゃいけない。というのが一つ。もう一つは、通常の強盗罪は、この暴行脅迫と財物奪取が、えー、こう、無関係であってはいけないわけですよね。暴行脅迫は財物奪取に向けて行わなきゃいけない。すなわち、財物奪取の手段として暴行脅迫が用いられなければいけない。まあ、条文上は用いてというふうに規定されてますけれども、手段性の要件といいます。財物奪取の手段として暴行脅迫が行われなければいけない。 はい。で、これに相当する要件。これは、えぇ、ー、自己合罪の方では、条文上は書かれていない。書かれざる構成要件ですけれども、ね、えー、財物奪取と暴行脅迫が無関係に行われては、あ右と左が同時できないわけですから、あ右と左を同時するための要件として、書かれざる構成要件として、えー、財物奪取の機械に、窃盗の機械に、えー、暴行脅迫が行われないといけないんだ。機械性の要件と。はい。これが要求されるわけですね。 でこの機械性のメルクマールとして判例が、えーまあ、どういった事情を認定しているかというと、まあ、時間的、場所的な近接性に加えて、えー、これ判例の、ねえー、文言ですけれども被害者等から容易に発見されて財物を取り返されあるいは逮捕される状況これが継続していたかどうかこれで見ていくよと。<laughs> はい。なので、えっ、ー、と、本問は、事後強盗起水罪の成立を否定する説明を3つ挙げろ。だから、えっ、ー、と、1つはこの犯行抑圧ですね。ここを否定するというのが1つ。で、もう1つはこの機械性ですよね。機械性を否定すると。えー、と、りあえずここまで見ちゃいましょう。えー、6ページ。<laughs> まず主張1で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行とは認められないよと。えー、この主張ですね。<laughs> で、え自、ー、己強盗罪の出旨は、窃盗犯人が窃盗の後に現場を離脱する際に、所定の目的を持って、暴行脅迫に及ぶ行為が、実質的に強盗と同志すべき違法性を有することから、そのような行為を強盗として扱うものとしたものだと。でそうすると、本罪に言う暴行、または脅迫とは、強盗罪における場合と同様に、それ自体、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを要すると。これが解釈論になります。 で、当てはめ。孔は、両手を左右に広げて、面前に立ちふさがった F の胸部を1回押した。えー、まあ、これが本件暴行ですけど、えー、1回押したのみであり、一切狂気を用いていない。F の生命身体に危害を加えうる危険な対応の暴行は行われていない。また、お及び F は共に35歳の女性であり、両者に優位、まあ、な、ね、体格差。 体力面における差があったと、までは認められないと。えー、現に、F は体勢を崩して尻餅をついたという程度にとどまっており、上記行為対応からしても F の生命身体に特段の危険は生じなかったというべきだ。そうすると、本件暴行は、およそ客観的に相手の犯行を抑圧に足りる程度の強度の暴行であるとは認められない。従って、えー、事後強盗起ス遺外は成立しないと。まあね、せいぜい設定 窃盗罪と暴行罪が個別に成立しうるぐらいにとどまるよと。自己強盗にはならんよと。そういうことだな。はい。で、えーまあ、同じように、えーと、機械性を否定するというのが次の主張2位だな。窃盗の機械における暴行であるとは認められない。 はい。これも、だから、機械性を否定すれば、まあ、窃盗罪と暴行罪は個別にね、えー、別々に成立するにとどまって、自己強盗にはならなくなりますからね。えー、この、えー、財物奪取と暴行脅迫を結びつける要件が、この機械性という要件です。で、見ていくと、まず解釈論。えー、本罪は強盗として論ずると規定されているところ、暴行脅迫を財物奪取の手段とする本来の強盗罪と、本罪を同志し、同志し得るためには、本罪の暴行脅迫は、 あ窃盗の現場、またはその機械、継続中において行われることを要するんだと。そして、このせえ窃盗の機械継続性については、暴行脅迫との時間的場所的接着性を考慮して、えー、被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕される状況が継続していたか否かを判断すべきだと。という形で規範を立てて当てはめ。え、こうは、えー、口述の通り、ホームセンター E 点において、気象テレビを、 の、接種に着手した後に、えー、その場から、走って逃げ出し、 E いい点を出てから約3分後、いい点から約400メートル離れた公園にたどり着き、約10分間とどまっていたが、誰も追ってこなかったことから、いい点に隣接する駐車、ごめんなさい、駐輪場か、駐輪場に止めたままにしていた事故の自転車を取りに戻ろうと考え、それから約5分後に同駐輪場に戻ってきた上で、本件暴行に及んだと。 このような経緯からすると、本件暴行は、本件接種の現場、現場と、まあ、隣接はしているということだな。本件暴行は、本件接種の現場は、隣接はしていると言えるけれども、実際には、こうは、本件接盗に、接種に着手した後、誰からも発見追跡されることなく、一旦犯行現場を離れ、本件接種接盗から、 本件暴行に至るまでに相当の時間が経過しており、この間にこうが被害者等から容易に発見されて逮捕され得る状況はなくなったというべきであると。 ちなみに本件はまあそもそも財物を取得していない事案だから財物を取り返されうる状況は観念できないからねねこれはちょっと注意ね取り返されうる状況はそもそもないからね取ってないから取得してないのでなのでまあ容易に発見されてあるいは逮捕されうる状況がなくなったとまあこういう認定にしておきました。 はい。で、その後、こうは自転車を取りに行く目的で犯行現場に戻っているということだから、窃盗の範囲も継続して、習慣的にも断絶してますね。えー、なので、別の目的で現場に戻っているということなので、えー、そうするとですね、え本件暴行は、あ本件窃盗の機会、継続中に行われたものとは言えないということですね。したがって、事後強盗起水罪は成立しないと。はい。えーと、今だから、 犯行、えー、抑圧を否定、こ、こっちか。犯行抑圧を否定する。ここが一つ目ですね、えー。で、機械性を否定する。ここが二つ目の主張。で、三つ目としては、えー、と、やはり問題文に、事後強盗、起水罪の成立を否定するっていうふうに書いてあるから、起水っていうところがまたね、えー、ポイントになっているということが読み取れるでしょう。ここですね。事後強盗、えー、起水罪とわざわざ起水って書いてあるからね。 ってことは、この、事後強盗が未遂にとどまるんだ、ということを主張すれば、起水罪の成立を否定する主張ということになるわけですね。最後は、だからこの起水時期の論点ということになるでしょう。え、8ページ。え、事後強盗未遂罪の成立にとどまるという主張だな。 で、寄水時期の問題があります。えっと、参考判例11をつけておきました。えー、まあ、本罪は強盗として論ずるというふうに規定されているから、既水時期についても、本来の強盗罪と同様に解するべきと。で、本来の強盗罪の既水時期はあ、いわゆる取得時説ですね。財物取得時。えー、占有移転時ですね。え、従って本罪の既水未遂は、 のののにによってよっってて結結成成れれるるとと財物有一応これが判例の立場です。えー、事後強盗についても取得事説を採用しています。ただですね、えー、一言ほほを指摘しておくと、この見解は、えっ、ー、と、事後強盗罪の材質について、いわゆる身分判説の立場とは整合しないというふうに言われてますね。身分判説によるとですね、 実行行為はあくまで暴行脅迫の方ということになるので、窃盗はあくまで身分で実行行為ではないということになるので、えぇ、ー、水未遂の判断基準になり得ない窃盗の方は、はずなんですよね。身分判説に立つと。えー、だからこの、取得事節はですね、えー 身分判説とは必ずしも整合しないとこういうふうに言われています。まあ一応その点は言及しておきますけれども、まあ本文はこの取得事説まあ判例の立場に立つことによって、えー、あとはこの窃盗の規水を否定すればいいとういうことになるので、当てはめ見ておきましょう。えーうは e 店、はいい点、店長 D の管理にかかる商品である本件テレビ一箱を手に取って事故のトートバッグに入れたことから、えー、まあ着手は認められるよね。 当然、本件窃盗の実行に着手したから、あこのね、事、え、後、ー、強盗罪に言う窃盗はあ窃盗に着手したものだから窃盗を未遂犯人も含むので、鍵確保窃盗に当たると。これは問題ないんですよね。で問題はその窃盗が既遂になったかどうかということですね。 え、もっとも、こうは、え、本件箱を蒸気トートバッグ内に収めて、展開へ持ち出すつもりでいたが、箱が大きすぎて、その上部が10センチメートルほど、うトートバッグからはみ出した状態になっていた。え、かるところその一部始終を、警備員 F に目撃されていたため、最終的には、この箱を E 点の陳列棚に戻して、現場を立ち去っているということで、完全に占有取得できていない、 状態で元に戻して店から出たと。えそうすると、こうは本県テレビの在中する上記箱を事故のトートバッグ内に入れた時点では、未だ本県テレビにつき、いい点の支配を排除して、え事故の占有下に移転したものとは認められず、え本県窃盗は未遂にとどまるというべきであると。えー、なので、まあ、窃盗に着手したは問題ないんだけれども、占有移転まではしていないぞと、取得していないぞということで、えー、窃盗未遂にとどまる。 そうすると、結局、まあ、先ほど言った、えー、この暴行に関する、暴行脅迫に関する要件として、えー、仮にですよ、犯行抑圧が認められて、機械性が認められるとしてもですね、えー、ここで成立する自後強盗罪は、自後強盗未遂罪にとどまるという結論になりますので、ねえー、結論としては、自後強盗起遂罪は成立しないということになりますね。はい。 ということで、まあ,あ、この3つの観点から主張ができていれば、主張とね、あとその問題文の事情の分析ができていれば、いいかなというふうに思います。はい、えっ、ー、と、時間が超過しましたけれども、えっ、ー、と、一応これで解説としては以上になります。えっ、ー、と、今日出しているレジュメの方で、レックの方でね、えっ、ー、と、作成している答案例、参考答案例もありますので、えー、まあ、それらも参考にしながら各自分析を進めていっていただければと思います。はい。 じゃあこれで、令和4年予備試験の論文式試験の分析会警報は終了したいと思います。お疲れ様でした。